はなんて気品のある季節なんでしょう。焦がすような光と熱で草木を養い、大地を肥やす。すべては命を育むためなのね。純子にね、幻想郷での暮らしに慣れすぎだって言われちゃった。別にここで暮らしてないし、今だけちょっと頻繁に通ってるだけなのにね。何のために来てるのかって？それは